今回はこちら、サンレレの世界。体験レッスンから入会率 100% の講師、ユーリンドトレッサ横浜ミュージックセンター中村浩太先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユーリンドって音楽教室もやってるんですか？そうなんですよ。何教室ぐらいあるんですか？17教室ぐらい。結構ありますね。何やか分かんなくなってきましたね。本売って、メガネ売って、唐揚げ揚げて、アップルパイ売って、台湾から雑貨仕入れて、音楽も教えて。普通の講師の一人が中村先生。はい、そうです。サンレレって何ですか？ウクレレは聞いたことありますけど。サンデレは沖縄の沖縄三線っていうのがあって、はいはいはい、それとウクレレの混ざったハイブリッド楽器ですね。ウクレレは4本弦が張ってあるんですね。あ、そうなんだ。で、これが3本になってるんですけど、ドファドっていう沖縄三線と同じチューニングになってて、はい、ウクレレはソドミラっていう全然違うチューニングになってるので、もうついていけないそうソドミラだったんですか今。ポロリロンみたいにしてくれないですけど。全然ダメだ。僕ね、音楽は本当にギターも F が弾けずに窓からギターぶん投げた男なんで。それはね、そんな方でも音楽理論知らなくてもサンレレはできちゃうんですよ。ギターって6本ですよね。ギター6本、ウクレレが4本で、サンレレが3本。3本より簡単。1レレがいいな。1レレね。でも座ってみるとウクレレとだいぶ違いますね。長さ的にはテナーサイズのウクレレと大体同じぐらいのスケール感になってるんですけど、さらにちょっと小ぶりになって持ち運びもしやすい。初めて見たの。ほんとね、最近の楽器なんですよ。誕生して20年ぐらい。いやいや、思ったよりあるな。実はね、僕もこの海足りっていうアクリルでできてるモデルなんですけど、これが2016年に誕生して、SNS でミュージシャン業界で、なんだこの楽器はみたいな、はい、バズったというか。バズれてないですよね。知らないよ。マジで知らないし。狭い業界では。ちょっと気になるのが、それ、これ刻まれてません？刻まれてるんですよ。それ売り物ですか、もしかして？まだ非売品。まだ非売品。またやってんのか勝手に。最近本当に本人本庁の知らないところで勝手にグッズが作られてるんですよ。そのうち嫌なものを作られるんじゃないかってヒヤヒヤしてるんですよ。これどうですか？これまあいいですよ、いいですよ。早速聞いていただいてもいいですか？じゃあね、あのシマンチューの宝っていう。いいですね。こんな感じでございます。今日はブッコロさんに弾いていただきたいなと思って。本当ですか？弾きます？弾き語りよ。え、弾いて語るの？語ってほしいですね。4つのコードだけでできる曲を何曲か用意したんですけど、ビートルズのレッド・イット・ビー、あいみょんさんのマリーゴールド、ルージュの伝言、スタンド・バイ・ミー、ブルーノ・マーズさんのジャスト・ザ・ウェイ・ユー・アーで、カントリーロード。カントリーロードでお願いします。カントリーロードですか？いや、何分で習得させる自信あります？5分。5分で1曲弾けるようになるんですか？マジで？なんか弾けそうな気がする。弾けそうな気がする。あると思います、はい、先生ありがとうございます。まずは3本全部鳴らせますか？あ、バッチリです。これでもう1個のコード、え、 F っていうコード完成。ギターであんなに苦しんだ F が。そうなんです。指をつらずに、つらずに歩きながら F 弾けますか？え、これで克服できました。実家の母に電話しますわ。サンデーで、ね、F 弾けるようになったよ、母ちゃんって。これ喋ってると5分経っちゃう。あ、あるんです。次は C 行きますね。 C は指1本で行きます。指1本。3本線あったら、はい、マンションだと思っていただいて、一番下が1階、真ん中2階、3階建てのマンションで、はい、お部屋番号が分かれてます。2階の一番端っこの1号室201号室、はい、ここを人差し指と親指でしっかり後ろから押さえて、はい、これでもう1回、これ C です。ちょっと離せば F。 少しの変化なんですけど、ちゃんとコードとして、ね、成立してるんですね。あ、でも弦と弦の間隔近いから101の住人に迷惑かけそうになりますね。そこは不法侵入しない方に。ほんとね。次101使います。101と301号室。301？ そう、その押さえ方正解なんです。親指と人差し指で握っちゃうっていう。D マイナーっていう。 D マイナー。 D マイナー。もう釣りそう。弾けるは弾けるんですけど難しいですね、やっぱり。親指と人差し指後ろにキュッて弾くようなイメージ。あんまりグッて押さえ込まないで軽く触って、うん、もうそれで十分です。最後 B フラットっていうコードが3個目のお部屋を人差し指で全部押さえちゃいます。あ、できた。もう早い。あ、4つ完成。これ一個一個はいいね。動かすことなんですよ。引っ越しが大変なのよ。引っ越しがね。実はね、カントリーロード指順番に1本ずつ足していくだけでできるんですよ。まず何も押さえない F、はい、じゃらん。カントリーロード
C この道両脇ずっと3号室 F 何もないあの街 C 真ん中だけ続いてる今度3号室飛ばす日がする最後何もなくてカントリーロードバチおいけんじゃない何もない指一本増えて両脇3号室狭いお部屋でまた何もない指一本いきなり3号室行って最後何もないいけそうですよ一回撮ってみますでも本番弱いタイプなんですよではブッコローでカントリーロードですお願いします今日はみんな俺のためにそういうなんか欲しいじゃん自分であげてかないと大事大事今日はみんなブッコのために集まってくれてありがとうブッコのこの間5分間3連で習いましたということで聞いてくださいブッコロでカントリーロードカントリーロー Take me home To the place I belong West Virginia Mountain Mama Take me homeカントリーロード。お、弾けたじゃん。イエーイ。僕今日は弾くだけで満足していただこうかなと思ったんですけど、歌も歌ってくださった。はい、しかも英語です。すごい。簡単だったな。流行るんじゃないですか、マジで。ちなみにこれ、習いに来てるメイン層ってどれぐらいの方なの？バラバラですね。一番上70代の方。あ、でも70代の方も弾けるわ、これ。ミミズクが弾けるんだもん。サンレレ、すごくいいのは、今持っていただいてるのがブッコロモデルじゃないですか。はい。ここにもね、いろいろあるんですけど、お花柄のやつだったりとか、はいはいはい、色もいろんな色があるんですね。ピンクとかブルーとかもあって、はい、ここに書いてある柄も何十種類から選べるんです。はいはい。30人ぐらいにサンデレを提供したんですけど、はい、誰一人同じ柄同じカラーの人出てきてないんです、でしかもねこれ防水なんです。アウトドア楽器なんですね。じゃあ泳ぎながら聴いてる動画あげようかなやっぱお値段かな7800円ぐらいじゃないの。ちなみにさっき僕が持ってたウクレレ20万します。そういう基準で見ていただいて7000円ですね22000円。リアクション取りづらいなでもちょっと狙い目だな。何を狙ってらっしゃる。僕プロのミュージシャン憧れてるんで、まだねオリンピックでメダル取ることとプロのミュージシャンだけはまだ諦めてないんで、甲子園での諦めたんですけど。あるな。まだねプロサンレレ奏者誰もいないんで。え、うわーやばい、忙しいな。プロサンレレ奏者にコリドル覇王戦か忙しいな。これどこで作ってるんですか。沖縄の本島で作ってますね。沖縄ちょっとあれですね、作ってるとこ見に行きたいな。あ、沖縄行きましょう行きましょう。課長どうですか、ダメですか。気になりません、作ってるとこ。気になりますねダメだ、棒読みだこれはない